攻守ところを入れ替わりまして、ラスト交代と入ります。攻守方向入れ替わり、これより最終交代、第4交代に移ります。が6点、サイドワインダーズが0点です。双方位置が変わりまして、これよりファイナルクォーター、第4クォーターの開始です。ファーストまで残り16ヤードゴールデンファイターズセカンドダウン16。ここでゴールデンファイターズパスプレーを展開。ユニは右に展開していた87番にパス、これを87番キャッチしてそのままサイドライン際独走、そのまま味方ブロッカー引き連れエンドゾーンまで駆け込んでタッチダウン。ゴールデンファイターズタッチダウンで6点追加となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。ゴールデンファイターズトライフォーポイント、このキック見事決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ13点、サイドワインダーズ0点。ゴールデンファイターズ藤田のタッチダウン、パスキャッチダウン、パスによるタッチダウンキャッチによりまして、さらに7点追加となって13点のリードとなっております。さらに1点を追加です。これまでの得点、ゴールデンファイターズ13点。さあ、これにより試合がさらに動きまして、ゴールデンファイターズ有利な展開になってまいりました。サイドワインダーズとしては、何としてもこのシリーズで反撃となる得点を上げたいところであります。ゴールデンファイターズキックオフ。キックオフはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合は相手チームに攻撃移り、相手チーム自陣25ヤードからの攻撃となります。タッチバックとなり、サイドワインダー自陣25ヤードからキックオフ。サイドワインダーズ自陣25ヤードからファーストダウン10。オプションプレーを展開、しかしここでディフェンス陣奮闘しまして、このランプレーゲインは2ヤード程度にとどめています。2ヤードのゲイン、サイドワインダーセカンドダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。さあ、オプションプレーによってまず最初の1点目を加えましたサイドワインダーズ、この次のセカンドダウンはどのようなプレーを持ってくるでしょうか。直樹さんは、応援しておりますゴールデンファイターズのタッチダウンへの祝福メッセージありがとうございます。に託しました。左オフタックル付近駆け上がり、攻撃権更新図らんと16番粘りまして約7ヤードから8ヤードゲインとなっておりますが、判定どうでしょうか。
見事攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、サイドワインダーズランニューヨーク16番粘りまして見事攻撃権更新果たしております。見事な粘りを見せましたのは16番の奥谷でした。サイドワインダーズファースターウンテン、さあ今度はドロープレーを展開。サイドワインダーズ何か椅子に近い前からハンドオフし左オープン展開。16番スピードによって左オープン展開して約2ヤードのゲイン。先ほど粘りあるランを見せました。奥谷のランプレーが続きます。1ヤードのゲインです。サイドワインダーズ失礼しました。ゲイン1ヤードに訂正です。サイドワインダーズセカンダウンナイン、クォーターバック15番右ロールアウトからパスを投じんと構えましたが、しかしディフェンスカバー吉田を見てましてスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。この判断が功を奏しまして約4ヤードのゲインとなっています。サードダウン、ファーストまで残り5ヤード。クォーターバック、クォーターバックは18番の渡辺でした。サイドワインダーズサードダウン5、さあ今度は左オープンにスクランブルを展開しようとしました。しかしこれはゴールデンファイターズ見事なパシュートに出まして、そのランプレーを阻止、フォースダウンに変えます。18番渡辺明憲選手の左オープンプレーでしたが、ゴールデンファイターズ41番ディフェンスライン見事対応しましたな。ゴールデンファイターズ41番の柴田でした。サイドワインダーズフォースダウン、サイドワインダーズフォースダウン、パントフォーメーションを取ります。転がる前に果敢にキャッチしまして、ゴールデンファイターズ43ヤード付近を確保し攻守交代、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。44ヤード付近よりファーストダウン、ゴールデンファイターズ自陣44ヤードからファーストダウンテン、まず中央へのランプレー、キャリア10番、しかしこれはサイドワインダーズ77番対応しまして1ヤードロスに変えています。見事な対応を披露しましたのはサイドワインダーズ77番の平畑でした。サイドワインダーズの速いディフェンスがありまして、ただいまのプレー1ヤードのロス。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ゴールデンファイターズセカンドダウン11ヤード。中央へのランプレー、第6位は密集点飛び込みまして、味方オフェンスラインのブロックもあり約無ヤードのゲインと書いています。ここはタフなランを何よく1番柴田披露しました。サードダウン、ファーストダウンまで残り6ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン6、
これはサイドワインダーズナイスディフェンス。右オープンランプレー、左オープンランプレーによって展開を図ろうとしましたが、これはサイドワインダーズディフェンスフロント陣奮闘しまして、このランプレー阻止しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。井上智樹選手がタックルです。ここでレフリータイムアウト。試合再開です。ゴールデンファイターズフォースダウン5、パックフォーメーションを取ります。このパントはサイドワインダーズ陣25ヤード付近でゴールで突進。ここで攻守交代となります。攻撃権変わりましてサイドワインダーズに変わります。攻守が入れ替わります。サイドワインダーズ自陣24ヤード付近でファーストダウン。サイドワインダーズファーストダウン10。パスインコンプリート。パス不成功。セカンドダウン。クォーターバックなんとかパスを投じんと構えましたが、ディフェンスのプレッシャーありましてパスを投げ捨てました。パス不成功でセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功。ここでパスによる状況打開を図りましたが、あわやインターセプトになるというプレーになりました。しかしなんとかこれはパス不成功で攻撃継続となっております。パス不成功。サイドワインダーズこのサードダウン攻撃をパスプレーで突破を図りましたが、しかし結果的にパス不成功でフォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン10、パンクフォーメーションを取ります。
このパント転がりよくゴールデンファイターズに38ヤード付近で外に出まして、この位置でテイクオーバー、攻守交代となります。コースダウンはパント攻撃により攻撃戦法、パントボールがサイドラインを越えましたので、その時点でボールが出てきまして、サイドラインダーズ、なんとかパス攻撃で打開を図りたいというところですが、雨のためかコントロール定まらず、突破口が見出せない状況にあるようです。さあ、ゴールデンファイターズ、これに乗じてさらなる加点狙えるでしょうか。ボールオン自陣38ヤードからゴールデンファイターズ、ファーストアウト。クォーターバック12番ハンドオフオプションから自らキープ、右オープンつきまして約2ヤードのゲインとしています。ゴールデンファイターズクォーターバック12番、クォーターバック12番はタミ、タミ亮太選手、約2ヤードのゲイン。ゴールデンファイターズセカンダン8、ボールオン自陣40ヤード。ナイスディフェンス、ここでスナップ乱れました。クォーターバックなんとかカバーしようとしましたが、その隙を突きましてサイドワインダーズ01がサックルしまして約5ヤードロスに変えています。見事な対応いたしましたのはサイドワインダーズ01の攻撃。サイドワインダーズディフェンスバック9番岩永春選手が9番サックです。失礼しました、見事なロスタックル披露したのは9番の岩永でした。新たなファーストダウンまで残り ゴールデンファイターズ3-15。さあ、ここでパスに見せかけたランプレードローを投入しました。しかしこれも見事にサイドワインダーズ0番工芸が対応しましてロスに変えています。サイドワインダーズ53番ディフェンスライン村越隼人選手がタックル、チームタイムアウト、サイドワインダーズ。ここでサイドワインダーズが後半1回目のタイムアウトを取りました。サイドワインダーズタイムアウト、サイドワインダーズなんとか反撃の機会となります。時間を確保せんとここでタイムアウトを投入しました。タイムアウトを解けまして試合再開です。ゴールデンファイターズフォースダウン19、パンクフォーメーションを取ります。サイドワインダーズチームタイムアウトが解けましてゴールデンファイターズラストダウン。さあ、リターンに入った。しかしこれはゴールデンファイターズ見事なカバーでリターンを阻止、しかしサイドワインダーズに攻撃権があります。サイドワインダーズ自陣33ヤード付近からの攻撃となります。サイドワインダーズボールをキャッチしタックルされた時点より攻撃、自陣35ヤード付近よりファースト、失礼、ボールオン自陣35ヤード付近となっています。さあ、サイドワインダーズとしては何としてもこの残り時間でタッチダウンを返したい。サイドワインダーズ自陣35ヤードからファーストダウン10。クォーターバック18番ハンドオフェイから右オープン展開しパスを投じようと考えましたが、しかしディフェンスカバーとプレッシャーよく結果的に約6ヤードから7ヤードロスに変わっております。セカンドダウンファーストダウンまで残り17ヤード。サイドワインダーズセカンドダウン17。さあ、長いハドルを組んでいます。
どのようなプレーを投入するでしょうか。さあまだ行ってる。ここでランプレーを投入しました。何は空16番ハンドオフ託され右オープン突破はがりましたが、ディフェンスのプレッシャーをかいくぐり、なんとかねじ込み約6ヤードのゲインに変えています。約6ヤードのゲイン、サイドワインダーズサードダウン。しかしまだ攻撃変更し至っておりません。サイドワインダーズサードダウン11。試合終了まで2分を切っています。残り1分40秒。ここでパスプレーを投入しました。攻撃権更新を図るビッグプレーを狙ってのパスでしたが、しかしそれを取りましたらゴールデンファイターズ47番インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権はゴールデンファイターズに変わりました。見事インターセプトを離しましたらゴールデンファイターズ47番の高木でした。さあ攻撃を取り返す形になったゴールデンファイターズ、相手陣45ヤードからのファーストダウン10。中央へのランプレー、しかしここでサイドワインダーズ意地を見せます。このランプレーを0番見事なチャージをかけまして1ヤードロスに変えました。ここでホイッスル、チームタイムアウト、サイドワインダーズサイドワインダーズ、ここで後半2回目のタイムアウトを投入します。試合時間確保するためあえてここでタイムアウトを使いました。富山陽大選手です。ニアドのロス、ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストまで残り12ヤード、試合終了まで残り1分12秒。タイムアウト解けます。ゴールデンファイターズセカンドダウン11、ボールオンは相手陣47ヤード。失礼しました。セカンドダウン12に訂正します。ここでもチャージをかけます。クォーターバックキープを展開しようとしましたが、ここでサイドワインダーズ9番がチャージかけましてさらにロスを奪いました。ここでホイッスル、チームタイムアウト、サイドワインダーズ後半3回目ラストタイムアウトです。ここでサイドワインダーズ最後のタイムアウトを投入しました。ただいま急に急に作っていたしましたのはサイドワインダーズ9番ディフェンスバック、見事なロスタックル決めましたのはサイドワインダーズ9番の岩永でした。ただいまのプレイ5ヤードのロス、ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウンまで残り17ヤード、前半試合終了、失礼としました、試合終了の残り1分40秒。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。ゴールデンファイターズ、失礼しました、自陣48ヤードからのサードダウン17。ここで中央ダンペ一周点突破を図るプレーを展開しようとしましたが、結果的にそれはならずフォースダウンに変わります。しかし中でプレーが止まった格好ですので、プレーは次のプレーが始まるので時計が回り続けます。サイドワインダーズは後半3回目のタイムアウトを切っていますので時間を止めることができません。
ゴールデンファイターズフォースダウン15パンチフォーメーション30秒ここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして試合時間残り2秒でサイドワインダーズの攻撃に変わります。23ヤード付近失礼いたしました、18ヤード付近よりファーストランです。試合終了まで残り2秒、サイドワインダーズ自陣18ヤードからファーストダウン10、試合時間残り2秒、インターセプト、ここでヘルメリパスを投じんとロングパスを投じました。しかしそれは結果的にゴールデンファイターズのインターセプトにより終了となっています。ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了となりました。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会祭グリーンボールジュニアトーナメント準決勝、試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ13点、サイドワインダーズ0点で、ゴールデンファイターズの勝利、ゴールデンファイターズジュニアトーナメント決勝進出となりました。雨の中、激戦を戦い抜いた両チームに今一度大きな拍手をお願いいたします。惜しくも敗れましたサイドワインダーズ、しかしここを復活の兆しと、兆しを見れる素晴らしいプレーが見える見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。メキシコにおきまして12時より本日の第2試合の勝者と対戦が組まれております。グリーンボールジュニアトーナメント決勝戦が組まれております。どうぞふるってご観戦ください。本日の応援ありがとうございました。そして見事勝利しましたゴールデンファイターズ、決勝進出となりました。悲願となります春、その、不審になります春、苦手な春をしかし克服戦と今シーズン決勝まで進んでまいりましたゴールデンファイターズ。さあゴールデンファイターズはジュニアトーナメント優勝となるでしょうか。まずその決勝戦進出の切符一つ手に入れる形になりました。撤収向こうで、で、あの、頑張ろう、キープします、キープ、そうとも非常に天候不順の中素晴らしいファイトを見せてくれました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた体側を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の競技としてこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的だったために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉は彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、今しばらくお待ちください。そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話である世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたなのかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
そして次へと進む、この物語の続きを楽しみとしつつ、この配信はここで一旦終わらせていただきます。皆様、長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その実況と配信、そして進行をさせていただきましたのは私、道楽屋自社でした。この後に続きます。第2試合も配信させていただきます。その時までまたお待ち、しばらしお待ちください。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。